よいしょ。アイテム、グッズ、掃除、終わり。終わり。終わり。あ、そうそう。うん。相談来てるんだけど。掃除で思い出した。ちょっと突然だね。いや、ちょっとブレスについて質問をいただいてます。あ、ブレス。はい。はい。ということで、スタンバイお願いします。はい。ということで、うん、突然ですけど、本当毎回突然だね。今回も、はい、ご質問いただいたんで、はい、読んでいきます。はい、怖っ。質問です。はい、作ってもらったブレスが届きました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そこで質問なんですが、うん、ブレスをつける方向とかあるのですか。うん、またつけ始めにした方がいいことや浄化方法などがあれば教えてくださいってことです。うん、はい。何かありますか。まずブレスをつける方向。別にどっち向きにつけていただいてもいいんですよ。うん、で、まあこうやって天寿が入ってるやつは、うん、天寿上っていうのはその腕の上側ね。うん。うん、こういう風につけてもらったらいいけど、うん、で天寿入れずに普通のブレス、うん、一周のブレスしてるやつね、うん、そうそう。でメインの石、説明書を僕必ずつけてんだけど、うん、メインの石はって書いてるやつが基本的には上向き、手の甲に、うん、来るように。ただつけてるとぐるぐる回るので、うん、それは別に直してもらわなくても回ったら回った状態で別に構わない。どっちが上とかじゃなくって、石たちがこうエネルギーをこう出すのね、うん、これがずっと真ん中に集まって腕の中心から腕を通って体の中にエネルギーが入っていくっていう考え方なので、うん、どっちでも大丈夫です、うん、あ、つけ始める時になんかこうした、まあ、つけたりとか買ったりした時、うん、私は僕が念入りしてるので半紙で清め包みっていうのをしてこういう状態で届くと思うんですよね、はい、これを買っていただいた本人がまず最初に腕にはめてください、はい、うん、家族がちょっと貸してって先にはめるんじゃなくって買われた本人がまずはめてください。そうすることでブレスが、あ、この人がご主人なんだなって認識をするので、うん、その一回はめた後外してご家族にはめていただくのは全然問題ないです、うん、だからまず一回自分がはめてください、はい、で浄化方法は、うん、ブレスを例えば月光浴、日光浴させるんだけど、その前に軽く塩をパラッと振ってもらって、すぐ水でジャーッと、あんまりたくさんかけると塩分に弱い子もいるので、うん、パラッと本当に一つまみパラッとかけて水でジャーッと洗い流してもらって、太陽ならば15秒ぐらい、うん、月ならば30秒から1分ぐらいの、うん、光を当ててもらうと、それで浄化完了です。うん、うん、うちの事務所に来ていただくと、こういう水晶のクラスターが置いてあるんですよ。うん、で、その施術なりセッションなり来られた時にここに置いといてもらったら、これで浄化できるので、はい、うん、約10分間置いといてもらうと浄化できます。はい、ありがとうございます。はい。これで大丈夫かな？大丈夫です。もし何かまたブレスについてわからないことがあればご質問いただいたらお答えするんで、はい、コメントください。はい。ということで以上。以上。じゃあね。またね。バイバーイ。